嫌な予感がするんだな。まあ当然だな。まだ連中の部隊はいないはずだったんだが、アイデンに引き上げを連絡しよう。落ち着け、たった一部隊だ、大丈夫さ。あ、違ったらどうする。アーモレーザーか、捨てられた施設にしては固く守られてやがる。しゃ話し相手に連れてきただけなのにな。戦略分析を聞け。発言弾ジャマースにシャープショット。やめてくれ、サラストには詳しいんだ。ここの解放に関わってたからな。帝国が残る理由が分かったな。ああ一本取られた。静かに。いいんじゃねえ。よし行くぞ。何度強いし、多分めっちゃ強入るか。よし、片付いた。私についてこい。ああ私についてこい。はいよ。おい見ろ、帝国が使ってた AT-AT の製造ラインだ。これ。ここは通れない。組み立てラインを動かせば中へ入れるぞ。これかな。よし、操縦席へ。おい、どいてくれるか。マントが邪魔だ。そうか、距離感が欠けてやがるぜ。ファッションのセンスなら自信があるぞ。おい、見てくれ、捨てられてなんかないぞ。生産が行われてる。そうか、なら武器を盗み出して工場を止める。楽勝だ。ジャマの宮殿からハンソロを助けた時も楽勝だったんだろう。と方法はある。大丈夫だ。あんたがいると計画変更ばかりで嫌になる。俺と適当なんだね。中央ターミナルだ。あそこで工場の能力を落とせる。問題はあのストームトルーパーどもをどうするかだ。そう言うな。俺とお前、懐かしのタッグの復活だ。いつも通りか、参ったぜ。よし、到着だ。ありがたい。よし、中央ターミナルまで行って動力を切断しよう。よし、行こう。私が撃ったら分かってるな。ちょっと痛いですね。ちょっと痛いです。発煙弾を使ってくれないか。どうだ。後ろは大丈夫？
ハズエンダー使うと見やすい。もう何ですか、なんだめっちゃ強えやん。もう来いよ。私に効かんぞ。このボタンだと思ってた。よし、計画変更。この下には溶岩があるな。ああ、なんで？どうするんだよ。いいね。逃げる手段を頼む。ならお前から逃げる足だな。一人なのこれ。さすがに硬すぎる。どうだ？行くぞ。やばいやばいやばい、早く行かないと。うわ、めっちゃいい。
その溶岩ポンプがまさに必要なやつだ。一回下がろう、一回下がろう。やばいやばい。うわぁ。さあ、これでだいぶ片付いたようです。うわ、いっぱいいるのがいいな。ねえ、お前の計画だが、今進めてる。よし、なんでもいいが、死なずに済む計画にしといてくれ。さてさて、これでうまくいってくれ。ねえ、よし、これでいい。どこで行けばいいの？止めてるんだ。溶岩で、だろう。武器はどうする？アイデンは共和国に欲しがってた。謝罪は後でする。だが帝国に兵器は渡せない。どうすればいいの？どうすればいいの？これ。若干見えるぞ。え、どうすればいいんだ？地下。これか。出口を作る。よし、これだな。ダメか。こっちのボタンか。敵
当にボタンを押してみるっていう。ああ、遊んでる暇はない。ボタンを打ってみる。ラッキー。うまく。あたー。ね、うまくいったな。はい、シュリブ、足は見つかったのか。計画変更だ。組み立てラインの近く、奥に来てくれ。まったく、もう困ってたな。どこに行けばいいんだ。まさか、危ない橋を渡らされてる。シュリブ、キスしたい気分だぜ。席を譲ってくれ。楽しくなってきた。あのシャトルに向かい、高台に上がるんだ。俺は何をすりゃいい。アイデンにつないで回収を要請しろ。任せておけ。アイデン、行くぞ。武器はどれぐらい手に入った？ゼロかな。多分溶けちまった。なら、積みには何？瀕死のデュロス一人に、マントのバカ一人だ。任務内容はしっかり説明したはずだ。アイデン？アイデン、どうした？切れたぞ。今のは何だ？私の計画が順調に進んでるってことか？ね、エチ君早くしないね。母さんが噴火するんじゃないか。やばいな。いや、言わなくていい。知らない方が正気でいられる。ダメ？降りればいいじゃんね。あのシャトルに向かい、高台に上がるんだ。俺は何をすりゃいい。アイデンにつないで回収を要請しろ。任せておけ。アイデン、行くぞ。武器はどれぐらい手に入った？ゼロかな。多分溶けちまった。なら君は何？瀕死のデュロス一人にマントのバカ一人だ。任務内容はしっかり説明したはずだ。アイデン？アイデン、どうした？切れたぞ。今のは何だ？私の計画が順調に進んでるってことか？やってやって。いいよ。でもあとあの塔を破壊すれば。ストームトルーパーだ。どうしよう。
ここで死ねばお前を道連れにできるな。そりゃいい。見ろ、大丈夫って言ったろ。あの工場の破壊で予想以上の打撃を与えた。アクバー提督より全艦に弱空集結が命じられた。全帝国軍艦隊が集まっている。サラストで武器を回収されずに済んだのが救いね。私の父もそこにいるはず。でも今回はそれが目的ではない。この戦いは最終決戦になり得る。戦闘に参加しできる限り手を尽くす。救難信号受信、数が多すぎる。出る、コルスは任せる。上空にとどまって、シュリブと私で下に降りる。待ってくれ。アイデン。帰りを待っている。帰る場所を守っておいて。シュリブ。君もこの危険な任務から無事に戻ってきてくれ。もちろんさ、デル。俺たちの友情は永遠だからな。ということで、今回はここで終わりになります。それではご視聴ありがとうございました。